すごい景色がいいです。富士山ってどれ？富士山ってある？誰か富士山です。なんか吊り橋に渡るには傘を閉じなくちゃいけないらしいので、私は長袖のパーカーを持ってきたので、それに着替えて渡りたいと思います。はい、ということでコースと長袖日焼け対策、じゃあ吊り橋を渡りたいと思います。 400m だって。押し飛ばされないかな。結構揺れてる。揺れる。めっちゃ景色綺麗。結構人通りが多いな。夏休みだからかな。うちのお母さんは教書恐怖症だからめっちゃ怖がってたな。結構長いです。結構長いよ。だからたくさん写真撮れるし、人もたくさん通るけど全然幅も広いから抜かしてもらえるし、自分のペースで歩けていいで。あ、もう少しで終わる。めっちゃ揺れてる。なんかワンちゃんと来てる人もめちゃくちゃ多い。いいね、ワンちゃんと一緒に来れる人。チンチラを一緒に来れないから。ソラソフト食べてます。なんだこれ。なんか思った味と違う。ということで三島スカイウォークはこれにて解散します。もうめちゃくちゃ美味しかった。自分で食べてるとことか動画撮りながらやりたかったんだけど、人が多かったのと恥ずかしくてできなかったから食べ物の動画だけになっちゃったんですけど、オムライスとパンケーキを頼みました。もうめちゃくちゃずっと迷ってて、パンケーキが一番有名なのにパンケーキを食べずに帰ると思ってパンケーキも頼んじゃったの。めっちゃ美味しかった。いや、私マジで本当に冗談だけでパンケーキ今まで食べた中で一番美味しかった。マジで。で、今食べ終わってタクシーが捕まらないから歩いてます。こんな感じ。三島駅までさ1時間かかるんだって歩いて。
やばくない？だから近くの駅まで歩こうかなって思ったの。ということで歩いてます。20分ぐらいかな。でもね、ちょっと食べ過ぎたからいい運動です。はい、ということでホテルに着きました。めっちゃ汗かいた。早くお風呂に入りたいけど、ちょっと紹介をしたいと思います。まずは入り口入ってすぐはこちら、もうお風呂のセットがこうやってカゴにあるね。いいね。こういうのさ、意外とまとめてあると便利ですよね。で、ここじゃーん、お風呂とトイレって感じですね。うん、普通普通普通で、洗面所が外に出てるって感じなんだ。洗面所が外側に出てます。いいよね。なんかさ、2人で泊まったりとかするとさ、トイレ行きたい人と歯を磨きたい人とか手洗いたい人とかさ、ちょっと洗面台使いたいけどトイレ使ってると入れないっていうのがあるから、割とこういうのマジでありがたいよね。で、下にドライヤーとかがあるのかな。きっとタオルとドライヤーがあります。ちょっと荷物置いちゃってるんですけど、こんな感じで、まあまあまあ綺麗綺麗綺麗で、ここまでがねフローリングなので、ここからマットっていうんですか、絨毯になってます。なんかさ、少しうわって感じ。抹茶色っていうか、こことかがね、抹茶色じゃない？なんか、うん、動画だと見にくいかもなんだけど。コンパクトだけど、めっちゃいい。で、ミネラルウォーター。お茶も飲めますっていう感じですね。で、これ、外開けたんですけど、開けたらもう三島駅って感じなので、もう人めっちゃ見えるって感じなので、ここは多分ずっと開けないかなって思います。静岡で一人で旅行してるんですけど、明日お仕事なんですけど、今日はフリーだったので観光したんですけど、やっぱりふと、あ、一人旅だ、ぼっち旅だって思ってたんですけど、帯同こうね、バスの移動とかで感じると、あ、そういえば私一人じゃないんだみたいな不思議な感覚になって、あれ、もうこの中に命があるんだ。じゃあ、ことは散歩とかしてても今二つの命が橋を渡ってるんだとかいう、なんか不思議な頭になりましたね。はい、ということで皆様、今日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。今は妊娠8ヶ月と1週間ぐらいですかね。はい、まだ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 なのかっていうものなのかわかんないですけど、体調には気をつけて、残りの妊娠生活頑張っていきたいと思います。はい、ということで皆様、また次の動画でお会いできると嬉しいです。ではまたねー。